はい、どうも、こんにちは。今回ね、まず、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、いよいよなんか、教団に乗り込んだんだよ。教団をとっちめてやろうとして、ジャック・ザ・リッパーに任せて、もう、トップ潰しに行こうぜ、みたいな、新たな結論が出て、教団に乗り込んで、その途中からだな、今回は。じゃあやっていこうか。見張りの教団、吉松下朝は扉を引き、中を、薄暗い部屋の中にあったのは大量の常在布。ヒューッとジャックが口笛を吹いた。これら全部に麻薬が含ませてあるのか。ご丁寧なこって。ああ、その普通に紙に染み込ませる感じか。その成分で作ったわけじゃなくて、紙に染み込ませるみたいな方が正しいのか。どうやら見張りが倒れてんのに気づいたみてえだな。おい、かかって出こい迎えてよ。やるとするか。おい。おい、これは何事アだ。ドラメリク氏だ。アドラメリク様、侵入者が。いいね、ああさ、とんでもない情報ゲットしちゃったね。なんだと？お、顔が。そういうキャラ大体こうなるもんな。ああいう目が細いキャラっていうか、いわゆるポケットモンスターのたけしみたいな顔したキャラって急にあれだもんね。目カッてなるからすね。でに何人もやられてます。今もどこかに。お。ああ、そっち、お前か、アドラメリック様が刃物を振ったかと思った、今。駆けつけた教団員が切り裂かれた首を押さえ、崩れ落ちる。その死体を乗り越えて、アーサーが姿を現した。貴様、何者だ？お前が親玉か。お。答えろ、侵入者め。ああ、なんだと答えるわけねえだろ。お前が答えろ、先に、おい。デブがよ。俺は、ゲームやってる俺はアドラメリックって知ってるけど、アーサー知らないかもしんないだろう。駆けつけた教団員たちに守られながら、アドラメリックが恫喝するが、アーサーは動じた風もない。俺か。俺はな。どっち言うんだろう、ジャック・ザ・リッパーっていうのかな。お、いいじゃん。いいじゃん、これいいじゃん。サムネにいいじゃん。か、こう見るとあれなんだね。目の大きさも違うんだね、右と左で。そのジャックの顔とアーサーの顔で。まあ、角度の問題かな、わかんないけど。問われたアーサーは両手を広げ笑う。その左手には鋭く光るナイフ。お前が虐げてきた弱者、そして亡者さ。何その答え。亡者だと？ 何その答え。ああ、そうだ。亡者が地獄からお前を殺しに来たぜ。ああ、なるほどね。アドラメイクにめちゃくちゃされて死んでいったね。覚悟するんだおな。い、格好しろよ、お前、おい、いいね。アドラメリックかかってこいよ、早く。手近にいた側近を盾として使いながら、アドラメリックは泡を食って後ずさった。泡を食って後ずさったって無理じゃないか。逃がすかよ。 そんこな、いつ雑魚が邪魔すんな。手を出せ、お前は。お前手出してないやんけ、いまだに教団員よ。 いつまでキョンシーごっこしとるんや、お前は。そんなんで勝てるわけないだろう。金線が走り、血しぶきが上がる。アーサーの体はナイフの一線で団員たちを切り捨てていく。おい、いいね。転がっていくね。瞬く間に団員たちを血に這わせたアーサーは血の実の中でナイフを振るい、血のりを払った。一丁上がり。地獄の道連れは多い方がいいだろう。なあ。まあ、この結果だからジャック・ザ・リッパーも、なんていうの、連続殺人犯って言われてたんでしょ、多分。こういう風に、もうその団体を丸ごと潰すようなことしてたから。化け物め。ぶっ殺すぞ、アドラメリカ、おい。王者だっつってんだろ。おー、いいね。こうなれば。何？こいつ、何を。アドラメイクは執務室のランプを放り壁に叩きつけた。油が飛び散りすぐさま引火する。あ、本能寺の変だ。これで証拠は消えてなくなる。私を逮捕などできんぞ。お前死ぬんじゃないの、でも。お、いいね。アーサーが投擲したナイフはアドラメリックの体髄へ突き刺さり、彼の動きを止めた。ああ、めんどくせえことしやがって。手短に行くぞ。名乗れクソ野郎。おお。さもなきゃもう一回串刺しにしてやる。あれだね、でも今までと違って、そのちゃんとした名前のあるやつを、いやまあ、
殺したけど、あいつも名前なんだっけ、あいつ名前なんだっけ、あの子あの子名前なんだっけ、一生の子、一生の子名前なんだっけ、まあ、あの子も結局殺したけど、なんかあれだね、まともになんかこう、待て待ってくれ、降参だ、もうやめてくれ。なんかね、有名な人を殺すのは初めてだよね。有名っていうか、まあなんていうの、名の知れた著名人っていうか。おいおいおい、なんかこいつしぶといな。手間取らせるんじゃねえ。うん、次は腕だ。お前は誰だ、何が目的だ。ことと次第によっちゃ見逃してやってもいい。おいいぞ。ギーター、アドラメリック、私はロンドン議会のギーター。彼は苦痛に涙を流しながらも声高に叫ぶ、泣き叫ぶような無様な様子にアーサーは顔をしかめた。いいんだ、おい、うん、知ってるか、このタイミングで二人で話し合う。ああ、最近よく聞く、うん、確か雇用対策とか貧困層の救済事業を多く手掛けてる議員だったはずだ。うん、後ろ盾は権力者だとは思ってたが、議員が市民の側に立つべき人物が悪党だなんて許せんな、まあ、本当に。本当の悪党ってのは善人面がうまいってことだな。確かにね、まあ、そうだよ多分。まあイメージだけど多分そういうことだよ。結局権力持ってるやつあんまろくなやついないからな。目的は金だ、うん、ザフカを表に立てて教団を作り出して常財布の名で医療用麻薬をばらまいた。ちゃんと言うじゃんお前ちゃんと理由言うじゃん。名乗りに応じつ黙っているアーサーにアドラメリクは涙声でいいのかな。で、己の所業を暴露していく。医療用麻薬だって。まあ知ってますけどね。そうだ、あ、最初は半信半疑でも痛みが抑えられると知れば信者は中毒になってもやめられない。いくらでも金が湧いてくる最高の商売だ。この状況でこの顔でそう言うか死体の売買もお前の指示かよ。私が指示した。うん、客は市内中の病院だ。やつらは口も固いし恩も売れる。すげえ な, なるほどな。めっちゃ言うじゃん。このクソ野郎が首謀者で間違いはねえな。うん、事情も分かった。お、俺たちの名推理に外れはねえぜ相棒。おお、ありがとうよ。こんなやつに大勢の人が苦しめられたのか。許せんな。さて幕引きといこう顔よ顔よ、お前急に変わんじゃん。待ってくれ、あ、見逃すと言ったぞ。お前ね、見逃すのはまあ仕方ない理由ってことですよ。仕方ない理由、あなたが誰かに指示された結果こうなってますだったら見逃したかもしんないよ。ただ今回の死亡者はあなただ。ことと次第によってはな。うん、お前はどう考えたって悪党だ。救いようがねえ。バイバイ。頼む、殺さないでくれ。金ならいくらでも払うから。バカ野郎、買収する気なら高くつくぜ。金なんていらねえよ別に。どのくらい払えるんだよ。いくらでもだ。信徒たちは痛みをなくす医療用麻薬にだったらいくらでも金を出す。借金してでもだ。まだ続ける気か商売よ。用には尽きることがない。見逃してくれたらいいねを用意する。この悪いことをやめないってのがすごいよな。そうか、なるほど、そりゃ最低の商売だな。なんかまああれだな、まだとどめさせてないな。擦った足で擦りついた、なんだろう、擦りついた足で蹴り飛ばされ、腕を切りつけられる。傷を押さえて床に転がったアドラメリクは涙を流しながら真っ青になって這いずるように後ずさった。もうこんなことはしない。悔い改めて魔人間になる。だからならねえんだよ、そう言って人間は。多分俺もなんないもん俺もこういう状況に追い詰められたらとりあえずこれ言っとこうってなっちゃうよ。まあ、トラウマでやらないかもしんないけどさ、普通に。僕から話してもいいか。ああ、いいぜ、好きにしな。何話すの一つだけ聞きたい。声ザフカのことだ。ああ、なんだ、やつがどうした。ザフカは教団の悪行を知ってるのか。やつを気に入ったか。なんだったらお前にやってもいいぞ。知ってるかどうか聞いてんだよ。そんなことどうでもいいんだよ。質問に答えろ。おお、そう言ってやれ。やつもザフカも知っている。教団が癒しの奇跡と言っているのは麻薬だと。あ、知ってんだ。そうか
かわいいザクか。姿はまさに天使のようだ。奴は孤児院で手に入れた良い歌声だったろ。ああ、じゃあ本当にもう お父様みたいな感じで慕ってるからついてきちゃったんだ、こういう悪行に。おかげで随分と稼がせてもらった。あいつを貧困から救い上げて育ててやったのも私、担ぎ上げて悪事に手を染めさせたのも私だ。よう言えるなお前てか。そんな胸くそ悪いことを堂々とよう言えるな。今まで散々楽しませてもらった。 おかげで随分と稼げたよ。だと、まさに私のために生まれてきたようなやつだった。いや、これはもう死に値するでしょこの様子。こいつはこれで満足か。ああ、もういい。ジャック交代しようぜ。アドラミリクの姿を見て小さく頭を振ったアーサーは体の制御を再度ジャックへと渡した。この殺人鬼で地獄に落ちるがいい。どっちが殺人鬼かわかんねえぞ。すでに自らが助からないことを確信したのか、アドラミリクはアーサーをにらめつけ唾を吐いた。ああ、落ちるとも。先に行って悪魔に懺悔を聞いてもらいながら待ってな。どっちが殺人鬼かわかんねえぞこんなの。また殺してやるぜ。おー、言うね。バイバーイ、お疲れ様でした。いや、焼死体も出来上がるじゃん。ナイフはきらめき、アドラメリクの体がその場に崩れ落ちた。葬式の賛美歌は自前で歌いな、クソ野郎ども。てかさ、お前さ、あーさ、毎回思うけどさ、帰り血をちゃんとケアしてよ、ちゃんとお前。クソ目立つからな。獅子類々血の海に倒れす教団員たちを睨み、アーサーはナイフの血のりを払い、鞘に収めた。んと、ちょっと話し込みすぎたか。ちょっとまずいよね、燃えてきてるよね。血を舐めるように炎が広がり、炎と煙によってアーサーたちの退路はすでに絶たれてしまっていた。火の勢いが強いぞ。うん。部屋に倒れていた人たちは助けれねえよ。麻薬中毒者たちか。ああ、もう手遅れだ。俺たちも仲良くローストビーフになっちまう前にずらかるぞ。当たり前だろ。そんな見捨てるのか。しゃあないんだよ。だからそういう次元の話じゃねえよ。ああ、火をつけられるなんてのは予想外だ。このままだと奴らと心中することになるぞ。煙を吸うんじゃねえ。うん、薬で浮かれて焼け死ぬなんて笑えねえ。さっさと脱出するぞ。この判断力、ジャックの脱出って言ってもなんだこのアーサーは。ふざけんなお前。ジャックの頭の回転力よ。こういう後ろめたいことをしてる場所ってのは大抵抜け穴が存在してるんだよ。行くぜ相棒。やるね、ビンビン働くね鼻が。でもさ、これ確か同時刻にあれじゃなかったっけ、普通に歌ってなかったっけ。あいつ歌ってたよね。一方、ザフカは普段通り礼拝堂の儀式部屋に神道たちを集め、麻薬の煙を焚きながら賛美歌を歌っていた。常在婦を補充しに行かれてから随分経つのに、うん、まだ帰ってきませんね。どうしたのでしょうか。てか、火に気づかずに歌えるってどんだけ広いの教会。あ、でもそっか、地下が燃えてる感じか今。歌いながらザフカは少し前に常在婦を補充しに行った団員がなかなか帰ってこないことを気にかけていた。最近はザフカの歌がラジオでも取り上げられるようになり、信徒の数も日ごとに増加している。近いうちに常在婦の消費に生産が追いつかなくなりそうだと教団員の一人がこぼしていたことを思い出す。おっと、いけません、うん、人々を癒すため歌に集中しないと。よく考えながら歌えるなお前。無理だわ。雑念を断ち切ってザフカを歌う。人々を魅了しているのは歌ではなく麻薬ではあるが、奇跡の象徴としてザフカを歌い続ける必要があった。ザフカも儀式部屋に集った信徒たちも一心不乱に歌い祈り、麻薬の煙を吸い続けた。ザフカは大丈夫なのかお前。そのため気がつくのが遅れた。そっか、儀式部屋ってここか。何でしょう。うん、いつもより煙の量が多い。うん、常在婦以外の何かが燃えている。うん、最初に火が気づいたのはザフカだった。いつもの麻薬の煙に混じってかすかに刺激臭を感じ取っていた。まあでも人の体も焼けてるからね、とんでもない気がするよね。声を張るために大きく息を吸ったが、思わず咳込みザフカの賛美歌が途切れる。ザフカ様、大丈夫ですか。こいつら気づかないんだよな、多分夢中になってるから。大丈夫です。
すぐに続きを。ザフか。違う、この煙は常在府の煙じゃない。ザフか、逃げろ。ザフか、ここでようやく礼拝堂に立ち込めている煙が常在府によるものではなく建物自体が燃えている煙だということに気がついた。この匂い、うん、火事だ。何かが燃えている。やばいよ。皆さん緊急事態です、うん、おそらく火災が発生しています。速やかに外に。あーってなってる。みんな多分事態の深刻さに気がついたザフカは信徒たちへ知らせ避難指示を試みる。だがあれ、白い煙が。おーありがたや、ありがたや、奇跡の煙が。いつも以上に。信徒たちは高校生した表情で煙が漏れ出している扉を拝んでいる。何を言っているんですか、うん、逃げるんです。さあ早く。先生大丈夫？先生いるのかな。てか信徒たちはザフカの声よりも立ち込める麻薬の煙に反応してしまった。ここから奇跡を感じる。今ちょっとリズムあったな。ここから奇跡を感じるっつって、ふらりと煙に釣られたかのように信徒の女が歩み寄り、儀式部屋の奥へと続く扉に手をかけた。あ、その先が火事だもんね。開いた扉のその先にあったのは真っ赤に燃え上がる炎だった。赤い、うん、熱い。なんて綺麗なの。そんなに、お前らそんなにもう意識朦朧としてんの。扉を開いた女は楽しげな笑みを浮かべながら炎の中へと踊り込む。やば、見られたくな、見たくな、こんなの。炎に全身を焼かれた女は満面の笑みを浮かべながら踊るように礼拝堂を跳ね回る。女は全身を炎で焼かれていることにもかかわらず狂ったように笑いながらあちらこちらへと走り回り、その様子を他の信徒たちは恍惚とした表情で見つめている。あー、なんて美しい赤だ。焼けてるね。奇跡だわ。焼けてるね。それはまるで尊い奇跡を目の当たりにしているかのように。びっくり。ほら、火よ、綺麗な炎よ。まあ、火は綺麗だけどね。開け放たれた扉からは炎が燃え上がり、左前になった信徒の体から礼拝堂の家具やタペストリーへあちこちに炎が燃え移っていく。ザフカ様逃げろ。俺も。おー、ダメです。ザフカ様危ないよ。信徒たちは次々と先を争うように自らを火の中に投じ、炎の中を狂気乱舞する。温かい、心が安らぐ。それすら判断できなくなってんだよな。でもリアルでもそうなんだよね、多分麻薬やってる人っていうのは。そういうね、普通の人ができる判断できなくなるんだもんな。あ、なんてこと。早く消火を。皆さん手を貸してください。無理ですよ。熱くもないぞ。奇跡だ、痛みを消す奇跡だ。ザフカ様。もうザフカ様いいやつすぎるわ。普通逃げるだろ、もうこいつら手に負えねえっつって。早く逃げるんです。うん、逃げるんだ、お願いです。私の声を聞いてください。声が枯れるほど叫んでもくれるじゃないの、なんだ。信徒たちの耳にザフカの言葉など届かない。燃え盛る礼拝堂、煙を吸い笑いながら転げ回る人々、火あぶりになることすら神の奇跡と狂気する人々。サルフ福音兄弟の教会では地獄のような宴が催されていた。これザフカさんをやれるんじゃないの、もうこれ。礼拝堂の方にも火の手が回ってるなんて、うん、ああ大惨事だなこりゃ、うん、あの油野郎め、余計なことしやがって。本当だよな。朝は礼拝堂の常在府が保管されていた部屋で抜け穴を探し出し、一旦は外へ脱出、再びサルフ福音兄弟の礼拝堂へと戻ってきていた。彼がそこで目の当たりにしたのは、危機として炎の中に飛び込んでいく信徒たちの姿、人が浸る間になって踊り笑う地獄の光景であった。地獄だな。皆さん、私の話を聞いてください。あ、ザフカ救えんじゃん、これだったら。炎へと飛び込んでは踊る信徒たち、ザフカは声を荒げ止めようとしていたが、彼の言葉は全く届いていなかった。彼彼の言葉やってよ。彼の言葉って書いてますよ、ここ。
謝を。ありがとうございます、ザフカ様。彼なんだ。何ですって。ザフカ様の奇跡だ。もう痛くない。あー、そっか、左馬が寄ってくるかもしんないのか。やがて左馬になった信徒たちは一人また一人と倒れ伏し動かなくなり、皆さん地獄だな。炎に炙られる礼拝の中、最後に残ったのはザフカだけであった。ザフカ、おい、どうした。なんということでしょう。狂った、ザフカも狂ったぞ。おい、ザフカ・エルビナ、アドラメリクはもういない。常在夫もこの火事で全て燃えた。君はもう奇跡を起こすことはできない。これが君の言っていた奇跡の末路だ。奇跡なんてものは所詮麻薬による陶酔でしかない。そうだ、君の歌なんて最初から誰にも届いていなかったんだ。めっちゃ言うな。朝突き放すな急に。天を仰ぐようにして高笑いをしていたザフカが首を巡らす。駆け込んできたアーサーの姿を捉えたのか、目が細められる。アーサーさん、うん、あなたのおかげでようやくわかりました。うん、私のなすべきこと。なんか狂ってそうだな。ザフカ・エルビナーの本当の使命が。何？炎に照らされる顔に張り付いているのは満面の笑み。さながら悪魔のように口角を吊り上げたザフカは煙と炎の中で声を張り上げ、気色をあらわにする。信徒たちの焼死体の前で笑うザフカの姿には、かつてアーサーが見た天使の面影はなかった。サルーフ福音教団の信徒たち、うん、迷える子羊。はあ、彼らは皆病に侵され、うん、痛みと死の恐怖に怯え、うん、明日を生きる希望を失っていました。確かに、どんな手段を用いてでも彼らを癒したかった。うん、痛みを消し一時の幸福を感じさせ、人々に希望を与えたかった。うん、そのために使うのは麻薬でも何でもよかった。私は結果として彼らの痛みを取り除き、希望と幸福を与えていると、そう思っていた。うん、だけど違ったんです。うん、私がなすべきことはそんなことではなかったんです。お今日、今私は真理に至ったのですよ。もうフルボイスだとさ、相槌しか打てないんだわ。お前らがずっと喋るから、お前相槌しか打てないわ。炎に焼かれて旅立つ信徒たちが私に言いました。救済に感謝をと。もう怖くないと。はい、どうして気がつかなかったんでしょう。病と痛みに苦しみ、死の恐怖に怯える信徒たちを救うには、私自身が手を出すことでした。私自らが救いを与えて差し上げればよかったのに。ああ、燃やせばよかったと。へえ、殺せばよかったと。さっさと信者を殺してやればよかったってが。そうだな、ザフカの野郎。薬の煙で頭がどうかしちまったのか。目を覚ませザフカ。君が本当にやりたかったのは、あ、これあれかな、そんな愚かなことではないはずだ。ザフカを捨てるか捨てないかってくるのかな。君はアドラメリクに利用されていただけじゃないか。うん、奴の口車に乗り奇跡と偽って麻薬を広めた。私が哀れな操り人形だとでも思っていたのですか。でしたら的外れですよ、探偵さん。んだと？いえ、ある意味では私も愚かでしたか。アドラメリク様、組織の目指すものと私自身が目指すものの乖離に気がつかないとは。何目指してんの？自らの使命を勘違いしていた哀れな子羊。うん、しかしアーサーさん、あなたのおかげで遅まきながら真理へ至りました。話しすぎじゃないお前ら。燃えてんだぞお前、いい加減にしろよ。人には寿命があります。ああ。いずれ来る死には抗えない。そこに寄せんはありません。私は彼らの死の瞬間まで救い続けるつもりでした。
ですがそれは私の使命としては不完全でした。信徒の皆様を救い癒し希望を与える、そして最後には痛みも病もない楽園へと導くこと。ちょっとさ、もうこれ終わるかなと思って、終わるまでやろうかなと思ったけど、多分こっから10分ぐらい多分あるから多分このゲームの作り上、多分こっから10分ぐらいまだ話すと思うから、とりあえずじゃあ今回ここぐらいで一旦切るわ。ごめん。じゃあ、あざした。